1943年初め、昨年末より包囲されたスターリングラードのドイツ第6軍は虫の息であり、これを救援すべく多くの部隊が引き抜かれたためドイツ軍全体が弱体化していた。これを受けソ連軍は43年1月、1年以上包囲されていたレニングラードを解放し、さらに北方軍集団を殲滅すべくイラクサ作戦を発動。後者は達成できなかったもののレニングラードへ続く陸路を打開することに成功し、ドイツ軍の砲撃下にはあったが同志への補給は格段に改善した。この成功を受け、ソ連軍は今度こそ北方軍集団を仕留めるべく、さらなる大規模作戦を策定した。作戦は3段階に分かれ、第1段階はレニングラード戦線とウルホフ戦線の2個戦線でドイツ軍突出部を殲滅しレニングラードへの接続を回復。第2段階では北西戦線がデミアンスク突出部のドイツ軍を殲滅。第3段階では合流した各戦線がバルト海まで突進し、これにより北方軍集団が包囲殲滅される予定であった。なるほどドイツ軍が弱体化していると考えると確かに量に勝るソ連軍に軍配が上がる。作戦通りに行けば軍集団を壊滅させ、さらに無人になったバルト三国をも占領できることに間違いない。出羽戦法を切る第55軍の戦力はどうだろうか。第55軍が第一陣として投入を予定していたのは4個歩兵師団、2個スキー旅団、1個自動車化旅団と2個戦車連隊。これに加え戦車旅団とスキー旅団1個ずつからなる機動部隊も投入する手はずであった。これら部隊の戦力は合計して約4万5千名、さらに戦車も T-34 と KV-1 が主である。また攻撃に際し火中車等大小様々な火砲専門が準備砲撃を実施する。これに対峙するのはスペイン人義勇兵からなる第250歩兵師団と SS 警察師団。前者は3個歩兵連隊、1個砲兵連隊、1個対戦車大隊、1個工兵大隊からなるが、各部隊は1月の損害から立ち直っておらず、兵力は合計約5千名、対戦車装備としてソ連戦車に対抗可能なパック40もあったが、旧式のパック38とパック36も多数あった。2月9日夜、偵察より多数の車両と人員がコピルノへ集結しているのが報告され、また脱走兵からの報告から攻撃が間近に迫っていることは間違いなかった。師団砲兵が報告された地点に対して砲撃を継続、敵からの報復攻撃はなく実に不気味な沈黙が流れる。全部隊に警報が発令され、総員臨戦態勢で10日を迎えた。午前6時、第262歩兵連隊の戦役で動きが見られた。鉄道築堤に沿って戦車40両が移動中、また夜中に鉄条網が敵によって切断された。6時45分、陣地一帯に猛烈な砲撃が降り注ぐ。砲撃は後方の指揮所にまで到達。また電話線が切断され前線の状況が不明瞭になる。砲撃後、ソ連軍部隊が築堤に沿って前進を開始、今や彼らの目標は明白である、鉄道築堤、野戦病院、そして築堤右の平地である。第2中隊は砲撃により連絡が途絶、増援として派遣されたスキー小隊も空爆により壊滅し残余は SS 師団戦線へ撤退。一方で築堤に布陣していた第1および第3中隊は陣地を維持し抗戦、敵に甚大な損害を強いながらも無線で敵に制圧されつつと連絡し、味方歩兵砲小隊に部隊もろとも砲撃するよう要請。だが努力むなしく第1中隊は8時45分までに全滅。第3中隊は8時50分までに攻撃を2回退けたが、兵力は40名にまで低下。それでもなお中隊長マヌエル・ルイズ・フィードバロ隊は常に兵の先頭に立って指揮したが、3回目の攻撃の最中、首に銃弾を受け戦死。また同中隊に所属していたアントニオ・ポンテア・ニドは野戦病院へ攻撃する戦車を発見するや否や2つの地雷をつかみ、敵戦車へ向け突進、飛び交う銃弾を避け離隊に地雷を挟み、自らの生命と引き換えに戦車を撃破した。第3中隊の残余は彼らの意思を受け継ぎなおも数時間陣地を維持し、14時30分、ついに全滅した。午前9時、第250偵察大隊第3中隊の20名がアンドハル隊員に率いられ反撃を試みるも、これは失敗し壊滅。崩壊した戦線右翼を第2中隊がまとめ、最後の一発まで歩兵砲を発射し砲を破壊、10時に生存者を収容しながら市内へ撤退した。戦線中央も悲惨であり、第5中隊は砲爆撃により壊滅、士官3名が戦死し包囲される。第6中隊も大きな損害を出したが陣地西側の強固な地点に立てこもりなおも抵抗を続ける。第7中隊は損害が軽微であったため敵の攻撃をたやしく撃退した。しかし左翼の第250野戦補充大隊が突破される。大隊の第3中隊は孤立し中隊長も重傷を負うが抗争を拒否しなおも抗戦。
大隊の残余が反撃し一時戦線を安定させるが第1中隊長が重傷となり第2中隊長が戦死。また攻撃の余波で第262歩兵連隊第7中隊は二分され、孤立、ただ公平小隊に支援された第8中隊が後方より支援しここでもなんとか敵を食い止める。午前10時、状況は最悪であった。師団右翼は壊滅し残存兵がポポッカ駅に立てこもり度重なる攻撃に対応し、中央でも突破した戦車により連隊指揮所が破壊され、砲兵連隊の士官が3名戦死、偵察大隊の士官も数名戦死した。戦車傭兵大隊第3中隊の英雄的な攻撃により敵戦車4両が撃破されたが、野戦補充大隊は250名が全滅。町も大半が敵の手に落ち、負傷者を守るためここで連隊長自らが先導し猛烈な反撃を実施。連隊司令部、砲兵連隊第1大隊、第262歩兵連隊第2大隊や工兵が一丸となり攻撃しソ連軍を追い出すことに成功。これにより負傷者を拘束することに成功した。師団左翼のイジュラ川沿いの陣地へも攻撃が仕掛けられたが、これは撃退された。ただここを突破されると師団は間違いなく総崩れになるため、大損害を被り本国敵艦中の第263歩兵連隊第1大隊を急遽ここへ配備。この269名を最後に師団は予備兵力を完全に使い果たしたのである。師団は参謀を軍団に派遣し状況を報告。一方で軍団はすでに増援として第212歩兵師団第316歩兵連隊を派遣していると発表。ただ連隊がいたサブリノとクラスニーボルはわずか6キロしか離れていないのにもかかわらず、師団はドイツ軍と合流できなかった。ここでドイツ側に混乱が見られる。そもそも第18軍はコルピノからの攻撃を前日には予測しており、空軍機をすべてここへの攻撃に集結。またカールヒルパーと中将が指揮するヒルパーと集団をここに派遣し、攻撃に備える手はずであった。ただいざ攻撃が始まると、前述した通り第250歩兵師団司令部は前線部隊との連絡を喪失。まだ時間は不明だが師団が所有していた唯一の大型無線機も破壊され、これによりクラスニーボル近辺の状況が不明となる。事実第50軍団への報告は朝を最後に途絶し、師団右翼の SS 師団がクラスニーボルの状況を報告し続けたが、午前10時30分、まだスペイン兵たちが決死の抵抗を続けているのにもかかわらず SS 師団は彼らが敗走したと報告。すでに第390歩兵連隊の派遣が決定されていたがこれにより取り消される。状況が明らかになったのは昼を回った12時15分、ようやくスペイン兵が未だ同地にしがみついていることが伝わった。少なくともこのロスによりドイツ軍の増援は遅れ、また天候不順により空軍は午後まで活動できず、スペイン兵が孤軍奮闘を強いられた。増援が到着したのは日が暮れた18時、第390歩兵連隊が到着したが、この時にはクラスニーボルの大半が陥落。また第262歩兵連隊第5中隊が弾薬尽きた後も白兵戦で抵抗したが、17時までに降伏、生き残りは35名。野戦補充大隊第3中隊も16時30分に降伏、生き残りはわずか13名であった。だがそれでもなおスペイン兵の闘志は尽きていなかった。第18軍の戦争日誌によると18時15分、彼らはなおも反撃を画策していた。しかし同時刻、第390敵団兵連隊がクラスニーボル中央まで進軍するも、敵にもスペイン兵とも遭遇せず、第18軍は同地が陥落したと断定。しかし未だスペイン兵の残党が戦闘を続けており、彼らは23時30分、包囲を突破し友軍と合流、また包囲外からの反撃は失敗し、こうして彼らの長い一日が終わった。ここまで見てもらった通り、スペイン兵の勇敢さは語るまでもない。彼らは10倍もの敵に対し、包囲され孤立しても抗戦し、丸一日友軍が到着するまで陣地を持ちこたえたのである。だがその代償は高くついた。あまりもの被害から師団は損失をその日のうちに報告できず。戦闘から2日後、ようやくその被害が計上された。参謀及び将官、戦死46名、行方不明5名、負傷56名、下士官、戦死130名、行方不明19名、負傷95名、兵卒、戦死949名、行方不明67名、負傷95名、合計2252名である。これは師団が派遣されてから最も多くの損失を出した戦闘であり、師団が本国に送還される一因にもなった。この日の戦闘の後、第212歩兵師団を主力とした反撃が画策されたが、より多くの敵戦車が集結していたことを受けこれは中止。戦い全体では13日までにソ連軍は100両ほどあった戦車のほとんどを喪失、また2万名もの死者負傷者を出したため作戦は中止。こうして青師団はその壊滅と引き換えにソ連軍の幻想を打ち砕いたのである。師団本部はこの戦いを次のように分析している。
比嘉の戦力を比較すると、達成された成功がいかに少なく、与えた抵抗がいかに厳しいものか。そして敵がどれだけ疲弊し、さらなる前進が不可能になったかはその側面攻撃が証明している。陣地に足がかりを得たとしても、それは砲撃と戦車の優位性によるものであり、その突進力は第二線の砲火と陣地での激しい戦闘によって失われた。師団が自らの戦力を消耗し得られた貴重な時間によって、軍団は予備兵力を投入し戦線を安定させることに成功した。様々な情報源によると我々の損失は 65から85% ほどである。これは6個以上の部隊が陣地に襲撃したのにもかかわらず、ロシア軍司令部の意図に反し前進を継続できなかったことに対する唯一の説明である。だが彼らの活躍はソ連のプロパガンダ放送、また本国の方針転換によりほとんど知られず、ようやく日の目を見たのがソ連崩壊後の資料公開からである。この動画を通して少しでも彼らの死闘を知ってもらえると投稿者冥利に尽きる。ご視聴、ありがとうございました。